くっ、あいつらを研究所に近づけるな。もしそんなことになったら。分かっている。何が何でもここで食い止める。それにこれはチャンスだ。我々の手でカイソを封印できればきっとあの方も認めてくださる。ちっ、めんどくせえ。さっさと片付けるぞ団長。こんなもんかよ。退屈しのぎにもなりゃしねえ。それにしてもこいつらがこれだけここにいるってことは、あの情報は当たりってことか。だな。研究所とか行ってやがったし。にしても本当にすげえ執念だよな。ま、それだけ俺様を封印したいんだろ。ヘルメス錬金術学会の連中は。私はヘルメス錬金術学会所属のしがない錬金術師です。以後お見知りおきを。はっ、前々から思ってたんだが、お前ら錬金術師のくせに錬金術の開祖である俺様に対して礼儀ってもんは足りないんじゃねえか。カリオストロさんはこの人を知ってるんですか？こいつ自体は知らねえさ。ただこいつの所属する学会とはちょいと因縁があってな。因縁などとは、我々は錬金術の品位を保つため尽力しているに過ぎません。はっ、人を数百年も封印しといて相変わらずだな、てめえらは。封印って、おい、それまさか。そうだ、こいつらヘルメス錬金術学会こそが俺様を封印した組織だ。封印を解いて早々申し訳ありませんが、もう一度おとなしくしててもらいますよ。またカリオストロさんを封印するつもりなんですか？カリオストロ殿は少々奔放すぎる。錬金術の品位を保つためにはいてはならない存在なのです。にしてもこいつら開祖である俺様をちょっとバカにしすぎだろ。あの程度の実力で俺様を封印しようだなんてよ、鼻で笑っちまうぜ。でもよ、前はあいつらに封印されたんだろ。あ？なんか言ったか、トカゲ。はい。もう変なこと言ったら裏バラスでカプってしちゃうぞ。あの、少しよろしいでしょうか。はい、カリオストロたちに何かご用ですか？その、この村を救っていただいて
ありがとうございます。あいつら、あの研究所ができて以来、この村で好き勝手していて、村人全員が困っていたんです。ほう。おい、その辺、詳しく説明しろ。はい。帝国と錬金術師どもが共同で作った研究所ね。はい。中で何を作っているかは私たちも知りません。ですが、酔った帝国兵が完成すれば世界の真理に至ることができる何かを作っていると、そう言っておりました。なるほどね。ま、嘘じゃねえか。俺様から情報を引き出せれば真理に至れるだろうからな。あの、それでこれからどうします？情報が正しいのは分かりましたけど。賛成だな。あいつらの研究所とやらに行って研究成果をぶっ潰そうぜ。俺様があいつら程度に封印されることなんて万が一にもねえだろうが。だが、念には念を入れておいた方がいいからな。そうですね。カリオストロさんがまた封印されるなんて嫌ですし。それもそうだな。よし、じゃあ行くぞ。俺様を封印なんて考えがどれだけバカバカしいことか。それを教えてやるぜ。ここが村の奴らが言ってた研究所か。でも人の気配が全然しませんね。どうしたんでしょう。研究資料は全部なくなってやがるか。どうやら一歩遅かったみたいだな。はい、私もさっきから何か変な感じがして。同感だな。だがここまで来て手ぶらじゃ帰れねえ。とりあえず軽くでも調べるぞ。一応何があってもいいように警戒だけはしとけ。はい。ボサ、今の音は。危ねえ、団長、後ろだ。ダメまあ大丈夫だ。それよりも団長は。あ
ありがとう、団長さん。カリオストロのこと心配してくれて。でもその言葉、まんま団長に返すぞ。いつも無茶してんのはそっちだろうが。だよな、オイラたちいつもヒヤヒヤしてんだぜ。お前も気をつけてくれよ。それよりも油断するなよ。あれはどうやら俺様たちと仲良くするつもりは。おい、本当に大丈夫か？なんか体がふらついてるけど。ああ、大丈夫だ。そんなことよりも、今はあいつをぶっ飛ばさねえと気が済まねえ。陣形を整え、先を急ごう。思った以上にきついな。おい、まだ動くのかよ。なら次は跡形もなく消し飛ばしてやる。様がやり損ねるとはな。それにこの感じ、まさか。ふん、実践試験の方はどうなっている？上々です。そうか。それにしても私たちの流した情報にうまく引っかかってくれましたね。カイソの性格であればこうなるのは当然だ。にしてもよかったのですか、帝国兵や他の者たちに何も知らせないで。中には死に物狂いで戦った者もいたようですが。構わん、あの程度想定内の犠牲だ。それよりも計画を次の段階に移すぞ。はっ。もう少しだ、もう少しでカイソの全てが手に入る。出ねえな。
俺様が天才であることに変わりはねえが。ま、団長が世話をしてくれるなら体調不良も悪くねえかもな。